濃厚的な試験思考からこの狩猟的な思考という考え方ですけど、まあ、これ結論を言うとですね、例えばですね、狩猟民族っているじゃないですか。で、狩猟民族って昨日あそこに鹿が取れたとしましょう。だからといって今日も来るかもしれんと思ってずっとこうやって矢を構えてたって来るか来んか分からんじゃないですか。来るか来んか分からんのに一発勝負でワンチャン昨日取れたからって言って2匹目の土壌を狙おうと思ってこう槍をこう構えたところでここもう肩がプル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 ってなってもう何の意味もない、いわゆる生産性が低いわけです。で、何言いたいかというと、狩猟民族って言い方悪い、言葉選ばず言うとやっぱバカじゃなくて逆に頭いいんです。狩猟民族って、狩猟民族っていうのは鹿の糞をこう辿っていって獣道を探してそこで見張っていて、朝方日が前の日に雨が降った翌朝の日が昇った頃に必ずこの獣道を通ってあそこの川に水を飲みに行くっていうのを事前に調べておいて、で雨が降った次の日の翌朝早くそこの草むらに忍び込んで矢を構えじっと来るのを構えるっていう確率論なんですよ。ですよね。そのやぶから棒に夢をやーって何だっけ、初め人間ギャートルズって昔アニメやったけど、槍持ってマンモスをわーって追っかけてる、あれ漫画だからそんなことやったら人類滅亡してますよ。データなんですよ。データでやってるんですよ。データでね、じゃあ次行きますよ。今、まあ、ここ玉東町は、まあ、海はどうなのか分かんないけど、例えば漁師さん、漁師さんがこう風が起きた、うん、今日はあっちの方向だって勘で船出してそこに網投げてもしくは釣り竿落としてって、ない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 、ちゃんと魚群探知機というのがあって、魚群探知機で狙いを定めてポイントに行ってそこで網を下ろす、データ情報でやってるんですよ。で農業はでって話ですよね。いや、もちろん今進んでますよ、うん、だからこのくらい業界が遅れてるんですよ。業界が、いや、もちろん今それに負けずと頑張ってますよ。じゃあ我々はどんなデータを活用していかなきゃいけないのかって言ったら、例えば僕野菜農家なんで野菜中心に考える、まあ果実もそうかもしれないけど、一般的に物ができるロジック、物ができる仕組みっていうのはもう物を作るために一生懸命こんなやってるか、みかんを作ってる人いないでしょ。我々はみかんがお育ちになるお環境をお整えするしもべなんです、執事なんです。おみかんがたくさんおなりになられるようなお環境をお整えさせてもらっているしもべで、じゃあ大みかん様がたくさんお育ちになるためには何すればいいのかって言ったら、答えは光合成なんですよ、うん、光と水を合成することによってエネルギーを生み出すっていう、それのお手伝いをしてるだけなんです。ってことは光と水と CO2 で、 CO2 っていうのは、光と水を、光と水って火と水だから合わさんないでしょ。火と水って合わさんないんだけど、これが、二酸化炭素っていう CO2 がねいると、なんかね火と水をね合体させるっていう、ちょっと俺もちょっとこの辺の科学的なこと分かんないけど、そんな風になってるのよ。これ光合成っていうんだけど、合体したら何がすごいかって言ったら、でんぷんとかアミノ酸とか生まれて栄養が生まれて、その栄養を蓄えると果実が膨らむんですよ。まあ超簡単に言うと野菜とか果物ができる仕組みってこれなんです。じゃあ我々は光と水と CO2 をいかに合成させるかっていうことをデジタルにコントロールすることができれば、もう物なんてどれだけでもできるわけですよ、うん、っていうのを、はい、じゃあ光は今日、何万ルクス今日降り注いでますかって、何万ルクスはい、じゃあ今日は CO2 はどのくらい、お植物様は、吸収してるんでしょう、何 ppm ですか、何 ppm 水は今日はどのくらい、植物様は欲しがってるんですかね、何リットルって、まあ、これがアナログ農業なんですよね、うん、でもいつまでこれ続けますかって話ですよね、うん、いつまで。でもこれをいやもうめんどくさいよって言っちゃうと未来がちょっと厳しくなる、うん、だからこのように我々は判断決断する時の情報というものをもっとやっぱりリアルに知らなきゃいけないってことになる。